美味しいチンコが食べたくなっちゃったのね。調べたことある。本当にいろんな女の子いて、なんかそういう専門サイトで。わかちゃん、わかちゃんがいる。第二のチンポンカムタテマン。勇者のみんな、メイドユーチューバー、マジカルドリポップ、ハムと、ワカと、ミトと、キャンディーです。おレギュー来ちゃった。めっちゃ嬉しいです。ここは、なんと、チンポンカム。出会いました。皆さん、あのチンホーカンじゃなくてチンポーカンです。そう、私もなんか急かされてるんで入ってきます。急かされてる。させさせ、すごい格好してる。はい、お人形クラブとかなんとかメイドカフェです。はい、メイドカフェです。メイドカフェの店員さん。はい、あ、そうです。その支度で今日チンポーカーに来てくれたわけ。そうです。プールにみんなで手合わせて拝もうね。叩かないで揉むよ。チンチンマンマンたちやね。あら、ずいぶんかわいい手が腐ってる。あら、欲求不満こっち。美味しいのが食べた。あら、もうもぐもぐタイムが始まった。あ、美味しいチンコが食べたくなっちゃったのね。炎上してるわ。炎上しか言われなかった。これご親睦からご案内させていただきます。説明が終わったらゆっくり見直ししてください。夕方5時までやってます。それでも時間足りない方は7時以降は泊まれます。泊まるときはこれがサービスでつくからね。どんな方かというと、裏にチンポカの姉妹店が1軒あるんです。老人ホームなんですけどもね。おじいちゃんおばあちゃんが待機して、裏のおばあちゃん、今日のお姉ちゃんみたいに乾いてる人は一人もいない。全員がおむつ買ってしっとり濡れた方は年も80歳です。80歳って聞くと抱きづらいから、20歳の子4人抱いてると思えば儲けます。はい、お願いします。あとは自由見学です。これでご案内が終わります。どうもありがとう。何回やってるんだろうね。確かに何回、何ターンぐらい、ね、何回やって、あ、すごい、人にやってかけると触ってたりするんだ。着物だと便利ですね。こうやって、こうやってできるから。こうやって隠せるから。さすがなんかでも、若さん、本当にすごい。意地入りしんじゃん。YouTube めっちゃ見てたはず。なんか調べたことあるんですけど、なんか本当にいろんな女の子いて、なんかそういう専門サイトでなんか好きなタイプ選べるんで、みんな探したら好きなタイプの女の子と一緒に寝れます。でもプチドールってどうやって？なんなんだろうね。え、来てください。これなんかラッカーみたいな感じでじゃないですか。ふわーって雲の中から現れる。ラピュタ。ちょっと今ラピュタがいまいち。あ、ラピュタ見てない。いや、見たんですけど覚えてない。すごい大きい雲の中にあるんですよ。空に浮かんでるお城でラピュタって、すごい大きい雲の中に空に浮かんでるそれです。はい、ということで、チンポーカン見てきました。はい、わかちゃんがわかちゃん、めちゃめちゃずっとね、ずっとめっちゃ勉強してたよ。どうでしたか？あとやっぱずっと月曜から夜更かしで見てて、ちんこさんも、うん、感動しました。それもあって、あ、そっか、本物だみたいな。そう、本物だ。ネーミングもつけてもらったんで。ネーミングもね、みんなつけてもらって全部面白すぎて一連が全部面白すぎて、本当にすごい、あの頭の回転とか喋れるのね。
現見習いたい。もうそう、何でも出てくれるようになりたい。うん、ポポポンってそう。確かに頭の回転は良くなりたいですね。学んだこと。秋葉原に若ちゃんが作るということ。あの第二のチンポンカンを立てます。マイテスト、マイテスト、マイテスト、弟子入りするみたいです今日から。え、そう、本当に弟子入りしたい。したい。はい、以上です。終わりでいいですかね。はい。はい、この動画がいいと思ったら、もうほぼ P だと思いますから。予想できない。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。